やっぱり地域によって強弱っていうのは絶対あって、違うエリアで競わせるっていうのが多分正しいやり方で。スパイダーチャンネル、皆さんこんにちは、スパイダーの森部です。今日は皆さんからの質問についてお答えをしていきたいと思います。今日の質問お願いします。今日の質問は、食品メーカーさんからの質問で、中国 ASEAN 市場において一カ国一大転生は間違いですかという質問ですが、結論から申し上げて、これ食品メーカーさんからの質問なので答えは間違いです。で、まずその理由をお話しする前に、この一カ国一代理店制というふうに質問が来てるんですけど、この代理店と販売店っていうのは、英語にすると、そのちょっと全然ニュアンスが変わってきてしまって、日本では代理店とその販売店と特約店とって、基本的には自分たちの商品を買って売ってくれる人というような認識だと思うんですけど、英語でこの代理店っていうのと、販売店っていうのは全く違う意味で、販売店はディストリビューターで、代理店はエージェントになって、エージェントってのはあくまでエージェント契約なので、メーカーの商品を買って売るってことはせずに、メーカーに、クライアントを紹介してくれて、そこをつなぐっていうのが、エージェントなんですよね。それ以外にもブローカー契約っていうのがあるんですけど、で、一方でこの、いわゆる食品メーカーなどの中国 ASEAN 市場で主流なのは販売店契約というやつで、ディストリビューター契約ですよね。ディストリビューターという人たちと契約をするということなので、まずここでの質問は、一カ国一ディストリビューター制は間違いか否かということになると思います。で、その答えは間違いですということなんですが、なぜかというと、その中国も ASEAN もですね、いわゆる、例えば中国ってあれだけ、広大な国土に、例えば自分たち上海や北京の一社のディストリビューターと組んで、で、その一社のディストリビューターが、各地に支店がある、二次店がある、三次店があると言ってもですね、やっぱり強弱っていうのがあって、で、中国ってまだまだこれからもっともっといろんな分野で、食品のディストリビューション分野もそのディストリビューターの統廃合っていうのが絶対に行われていく。で、全国物流できるディストリビューター当然あるけども、やっぱり地域によって強弱っていうのは絶対あって、広東省ではここが強いと、北京ではここが強い、上海ではここが強い、重慶ではここが強い、四川ではここが強いっていうのはあるので、で、そうすると、やっぱりそれぞれの強いところとそれぞれの地域で組んでいかないと、一社に全てをお任せすると、やっぱり力の入れ具合っていうのがどうしても差が出てしまうし、ここは強いけどここは弱いとかですね、ここはいいんだけどここはダメとかってことは必ず出てしまうと。で、それをある程度均等にフルカバーを一社でやるっていうのは、中国ではまず現実的に不可能ですと。一方で ASEAN で言うと、特に SMT、シンガポール、マレーシア、タイランドはもういいんですが、VIP と言われるベトナム、インドネシア、フィリピン、いわゆる近代小売と伝統小売が混在をしていて、まだまだ伝統小売の比率が高い国、2割ぐらいが近代小売で、8割が伝統小売っていうのが今言った VIP ですけども、8割以上が伝統小売の国では、例えば、ベトナムで50万店、フィリピンで80万店、インドネシアで300万店の伝統小売が存在すると言ってるのに、一社のディストリビューターで、それだけたくさんの伝統小売に配下することって、まずほぼ無理で、近代小売に強いディストリビューターっていうのは伝統小売多分数万間口ぐらいしか持ってないんですよね。1万2万持ってたら多分よくて、で、だいぶ限られちゃうし、で、自分たちで近代小売に強いディストリビューターが自分たちで伝統小売ちまちま配下するかっていうと、そんなこともしないので、基本的にはサブディストリビューターに投げると。そうなってくると、食品メーカーがアジア新興国市場で ASEAN で近代小売だけやってても絶対儲からないんで、伝統小売と同時でやらないといけないっていうロジックになりますので、そうするとやっぱり伝統小売は伝統小売に強いディストリビューター、近代小売は近代小売に強いディストリビューターと分けるのか、それともこの近代小売に強いディストリビューターと一緒に伝統小売の配下のディストリビューションネットワークを作っていくのかということをしないと、
まあ、ダメですと。で、その時に複数のディストリビューターをやっぱりエリアで分けて使わないと絶対にまんべんなく配下ができないんで、人口が多い都市が基本的には伝統小売の数も多いという構成になっているので、どれだけその都市首都を中心として主要都市を攻めていくかということをやっていかないといけない。で、特に地方なんかっていうと、やっぱり地方には地方の強いディストリビューターがいるので、そういったところとも契約をしていかないといけない。で、そうするともう物理的なそのなんていうんですかね、距離と地域特性、地域での強い弱いで、この2つの理由で、もう複数のディストリビューターを B2C、まあ、食品メーカーなので消費財メーカーも含めてね、 B2C をやっぱ使っていかないといけないと。で、それを分けるときには同じエリアで競わせるんではなくて、MT と TT で競わせるっていうのもちょっとね、これも一部の国では良かったりするんですけど、一部の国では良くなかったりするので、そこも気をつけなきゃいけないと。どちらかというと違うエリアで競わせるっていうのが多分正しいやり方で、例えばベトナムだったらホーチミンはホーチミン、ハノイはハノイと。で、その他の国でもインドネシアも5棟6棟に分かれたエリアでしっかりと分けていくってことをやって、複数のディストリビューターを使わないといけないと。で、ちなみにその P&G なんかでも、まあ昔は 4,50 使ってたんですけど、今は大体どこの国でも6社から8社ぐらいのディストリビューターに集約されてるし、で、まあ、ネスレとかユニリーバー、我々ネスレモデル、ディーバーモデルって言いますけど、150とか200のディストリビューター使ってるわけですよね。で、ベトナムで日系でも大変成功してるエースコックなんかも、大変な数のディストリビューターを使って、250とかのディストリビューターを使ってますし、その他、ユニチャームだったり、アジノモトだったり、そういった、いわゆる日本企業で、中国、アジア、新興国で強いと言われているような消費財メーカーも、一カ国一ディストリビューター制を取っているところなどは、一社の例外もなく存在しないので、やっぱり食品メーカーが、中国、ASEAN に出る場合には、複数のディストリビューターをエリアに分けて使う必要がありますと。いうことでございます。で、これが、B2B だったらまたちょっと違うので、 B2C、特に FMCG 周り、食品、菓子、飲料、日用品、これらの商品はもう一極一ディストリビューター制なんてのは絶対ありえないので、複数のディストリビューターをエリアで分けて使う必要があると思います。それでは今日はこれぐらいにしたいと思います。また次回お会いいたしましょう。